シビック、いろんな年代に愛されてる。マニュアルに乗りなさい。大人っぽくなったね。おしゃれ、触られちゃった。峠道とか楽しいですよね、きっとね。絶対楽しい。楽しいですよね、これね。なんか昔を思い出してきたね。昔をシビックってこうだろうみたいなさ。他にないならここに来い、車選び .com。 皆さんこんにちは。本日の車選び .com、 さあ工藤さん、シビック、シビックですよ。なんかこれ売れてるね。これね、あの評判いいですよね。売れてるといえば霧島のエロビデオも売れてる。 CDDVD ですよ。売れてますよ。妄想はかどる DVD でございますので、ね、なかなかいいよ。今時はああいうのはない、ないから ね、 ね、 そうですね。嬉しいよね、ああいうのはね。ありがとうございます。ぜひ土屋さんも見てくださいね。見るに決まってんだろう。 ありがとうございます。ということでシビックで、はい、シビック、はい、年間グローバルでですよ、グローバルでいうと年間大体70万台弱ぐらい。そんな売れてんの？相当な数ですよね、70万台って。あ、そう。アメリカ行ったらもうバンバン走ってますよね。あ、そうだよね。であとはアメリカもそうだし、アジアなんかでもね、うん、例えばタイとかね。あ、手頃なのかね。いや、ね、アメリカに行くと国によってやっぱポジションが違って、うん、アメリカなんかに行くと若い人が乗る車、うん、最初に買う車、うんうん、っていうイメージらしいんですよね、うん、カローラもそうなんですけど、はいはい、でプラス、まあ、それプラス、まあ、いろんな年代に愛されてる、うん、あの昔からシビック乗ってるっていう人もいますし、ね、アメリカで。あと一方でアジアに行くと、うん、まあ、手頃だそうですね。手頃、うん、プラス、まあ、ちょっと高級、まあ、こんなで言ったらフィットクラスが、うんうん、まあ、ベーシックで、それよりは少し上のポジションでね、お金も余裕がある人が買ってるぐらいの感じだと、うん、これでいくらぐらいなの？この車はですね、360万300円。あ、でもね、これオプションがついての値段だと思うんで。360万300円は何？僕に聞かれたって、僕にあのね、税金の計算とかめんどくさいんです。今消費税込みの値なんで。300円削れよって感じで。確かに。めんどくさいんですよ。そこはポッキリ。これちょっとオプション含めてかもしれないですけど、はいはいはい、まあ、正確な金額は多分この辺に今ね。なるほどね。この車の値段はそのそれになってます。はいはい、で。特徴としては 1.5 ターボでしょう。そうです、 1.5 ターボ V6 ターボ、ね、まあ、先代からもね、はいはい、あの先代も同じユニットだったんですけど、うん、ただかなり改良してきて。どういうふうに、いい質問、乗ってから話しましょう。何が乗ってからどういうふうに変わったかだよね。まあ、具体的に先に言っとくと、アクセル操作に対する反応とか、あと G の立ち上がりとか、うん、あとトップエンドの伸び感とか、うん、そういうところが良くなってます。あ、そう、で、まあ、それエンジンが1個ありますね。それから、はい、まあ、もっと基本的にベース話をすると、車体のベース自体は先代のプラットフォームとか、はい、まあ、骨格の、ね、基本骨格とかは先代の改良版ですね、はいはい、それからセダンがなくなりました。え、先代はセダンがあったんですけど、セダンとハッチバックがあったんですけど、はい、新型はハッチバックだけです、日本仕様。そう、日本はです。日本はね、海外は別ですよ。あ、海外はセダンがあるのとかあったりとか、クーペがあったりとか、まあ、セダンがある市場もありますね。はいはい、はい、そう。あ、日本はこれ一車種、これ一車種、ほう、ワンボディですね、うん、それから、まあ、先代から継承なんですけど MT がある。あ、いいじゃないよ、シビックのいいところですね。で MT はびっくりしますよ。僕もびっくりしたんですけど、先代はそのモデルライフ通じて、うん、MT 比率がなんと 30% もあったそうです。30%、自分で運転したいわけよ、こう、はいはいはい、30% って今ないですよ、そんな。これしかもスポーツカーじゃないですからね、うん、で MT が 30% 売れたんで、日本もまた新型も MT を投入しましたと、うん、やっぱさ、オートマってつまんないんだよね。あ、やっぱこう男はさ、はい、こう自分でこう、そうギア選びたいの、はい、好きなようにね。でこういじってるのが好きなの。そうそう、速いとかそういう話じゃないですよね。じゃ、違うんだよ、楽しい。そうそうそう、楽しい、はい、車との一体感ね。走る楽しさ、走る楽しさがある。そうそう、だから逆に言うと、まあ、今ねこのクラス MT の車ってないので、うん、MT が欲しい人が MT が用意してあるシビックを買ってるのかもしれないですけどね。ああ、なるほどね、まあ、あとね、どっかのメーカーとどっかの大学で研究した結果があったと思いますけど、うん、脳の活性化につながると、マニュアルは。だからまあボケにくい。いや、ボケにくいよ、だって自分でさギアを選んでいくんだよ、うん、そうですよね。そうっていう話もありますね、シフトアップもシフトダウンもさ、うん、エンブレも効かしたりっていう。だから脳が常に働いてるわけよ、うん、そうですね、マニュアルに乗りなさい。あれ、あれ、聖子ちゃん免許持ってんだっけ？私は残念ながら持ってないんです。すみません。エロ女王持ってないの？
そうなんです。ねえ。オートマも持ってないの？持ってないんです。何も持ってないんです。何もってことはね、お前はエロがある。エロ免許ですか。エロ免許。免許はないけどエロがある。そうそう。名言出ました。全然面白くもなんともない。すいません。じゃあということで。じゃあということで、はい。ねえ、ちょっと外観。スマートになりましたよね、新型。すっきりしててかっこいい。ほら、先代ってなんか。ガンダムチックだったじゃないですか。パキパキって感じ。なんか若いやつしか乗れないような格好してたじゃない。ああいうのだと。ガラリと変わりましてね。大人っぽくなった。大人っぽくなりましたね。うん、これ僕、うん、こっちの方が断然好きです。いや俺もこっちの方が好きだ。そうそうそう。この格好はやっぱね、大人でも乗れる。うん。ねこれいいですよね。うん。嫌味がないもん。嫌味ないね。何気にこういうとこね、もうハニカムになってたりして。うまいよね。細かいとこね。そう、このスッキリ感はいいですね。うん、俺は好きだね。うん、ねかっこいいですね。うん、スッキリしてる。はい。じゃあサイドはですね。なかなかスタイリッシュよ。スタイリッシュね。ねうん。綺麗綺麗。綺麗ですよね。うん。綺麗は素晴らしい。変わったのはですね、まず A ピラー。はい。A ピラーはですね、先代で50ミリ。後ろ？2センチ後ろになりました。50ミリ後ろになりました。で、それは何？衝突安全？視界工場が視界工場かそうあのピラーを後ろに捨てた方が、はいはいはいね、見開きあるんで、うん、そ視界工場が大きいと思います。あ、なるほどね、あとデザインもありますけどね、うんうんまあ、視界工場ですねあと、まあ、フードの後端を25ミリ下げたそうです、うん、とあるのとあとドアミラーもですね、はい、先代はこの辺から入ってたんですけど、新型はボディ付けになったんであの交差点曲がるときとか斜め前方の視界がね空力かねね、視界も視界か視界みたい、まあ、空力も良くなってると思いますけど、ねうん、はいはいはいっていうのがありますね、はい、このなんかこのクーペっぽいのがいいねかっこいいですねねかっこいいよねかっこいいですね、うん、この辺のリアフェンダーの造形とかもねもちろんパネル全部新しくなってていいあこの辺なんかセクシーだよセクシーですね、あセクシー、ねうん、もう霧島のウエストラインみたいなさありがとうございます見せなくていいから見せなくていい今日ちょっとなんかほら服装がセクシー系でそうなんですよこれほらほらエロ系久しぶりに土屋さんに会うからなんかちゃんと見てほしくていいねこの服を選びましたさすが霧島分かってるね、ね、いい感じよね何がしてほんとねちょっとまだ明るいまだ明るいまだ若い明るい霧島のウエストラインから後ろのヒップに来るとそうそう、はい、あとはこれ全幅が変わってないんですが、はい、がトレリアのトレントが12ミリ増えてるんです、まあ、片側6ミリ、はいでまあ、それは、ね、もちろんコーナリングの踏ん張りもありますが、うん、プラスそのメリットはスライチ感が増えた増えた増えたここ変わってなくて外に6ミリ出てるわけですから感じが増えましたねそれも新型ちょっとこだわってるところですねやるねシビック、うん、爪折ってありますね、うん、そんなね爪なんか普通の人は見ないからあ見ない爪折ったり爪はここにあるから爪は爪き、はい、綺麗な綺麗な爪ここにあるから爪折れてないしねはい、はい、じゃあ霧島のヒップラインを見てみましょう。ヒップライン、まあ美しくなりました。綺麗ですね。ね綺麗だよね。なんか光に当たった時もその深みとかがあっていいですよね。あ、これでそう。このラインとかの造形が、うん、ラインもねいいしね、色もいいし、深みがいいね。あります。で、テールランプも先代はね、なんかこの辺に縦ちょっと縦型でついてありますけど、はいはい、新型はこう横基調になりました。はいのと、マフラーですね、はい。先代はノーマルモデルも、うん、あのタイプ R みたいに。真ん中センターマフラーだったんですよね、はい、で新型はこのね両サイド両サイドにね、まあ、1.5 リッターで両側に出してんのダブルえ、まあ、あのスタイリングの意味はありますからあ、まあ、必要かどうかはと置いといて、うん、スタイリング的にねそうそうなんか格好だねこれ、うんね、1.5 リッターで左右ダブル出しってさ、ね、かっこいいですねかっこいいよね、うん、かっこいいかっこいい、うんトランクはトランクでしょうか、うん、広いお結構広いね結構広い ねクーペタイプなのに広い ね奥行きもあります奥行 き,、うん、奥行きありますねあるねあるありますよねあるあるありますねどうよお高さもいい感じよこれ、はい、あいいですね俺の好きなこう座り心地の高さよ富士木家でね、はい、富士木家でどうよもう2個詰めるじゃん2個いきますよこれもうおお、いけるじゃん、ね。いける、すごい。全然いけるじゃん。さすがにこれは無理だな。それは無理ですね。それは無理ですね。広いですね。まあ、これこうやってやって、多分上にね、もう一個いけますよね。いける、全然いける。2個いけますよね。これ広いわ。なんだこれ？あ、こっちにはない。ああ、なんかこっちにできるようになってます。そうそう、これはね、これなかなかないですよ。ないね。よいしょ。
横横なんていうんだろう、横ロール式っていうのかな、ね、この、はい、これですよ、これ珍しい、これは新しいよ、これこれ新しいです、ね、これで実はね先代もそうだったんですけど、ついてたの、これついてたんです、でも珍しい、珍しい、僕もね他の車では見たことない気がするな、ないないない、うん、これは珍しいぞ、珍しいです、これワンタッチで楽でいいよ、そう時もね、あのトノカバーよりこっちの方がいいじゃん、こっちの方がね、そうですね、操作性が操作性いいですね、すごい考えてありますね、ね、あこれよく考えてるよこれ、そうで荷室の話をすると、はい、先代420リッター、それも相当でかいですね、はい、広いよね、なんですが新型は先代より広い452リッター、広いじゃん、広い、すごい、ね、452って相当広いしね、広いよ、でね、どうして基本的に共通のボディなのに、うん、広くなったかっていうと、実はね床が低くなってるんですよ。あちなみに、あ、こんなのもほら床下もこんな、ね、この下も結構物を置けるじゃん。ね、うん、この下も結構物を置ける。そう、床下もある。で、なんでじゃあこういう床下が作れたかっていうと、うんうん、ね、マフラーのレイアウトが先代はセンターだったじゃないですか。そうするとね、やっぱりねマフラーの取り回しがあってこんなに床が低くできないらしいんですよ。そうか、マフラーを横に持ってったからセンターに空間ができたんだ、センターを低くできた、あこれは考えてるぞ、うんうん、いいじゃん、ね、倒してみましょうかね、はい、広いじゃん、まあ、ここ段差はありますが、まあ、深さ優先ということで全然いいじゃん、うん、広い、ね、広い広い、全然広い、ね、開口部広いな、広いね、開口部広いですね、うん、余談ですが、これテールゲートはもう全体が樹脂でできてます。樹脂、樹脂。先代はね、普通に外反スチールだったと思うんですけど、うんうん、新型樹脂ですね、外反も。へえ、いやこれはいいんじゃないの？ちょっと室内チェックしてみようよ。室内チェック、はい、うん。うん、狭くもなく広くもなく、はい、でも違和感は全くない。ね。うん。楽ちん。ドリンクホルダーここ。ああ。まあまあ。まあそうです。まあまあ。まあまあ。はい、うん、悪くはないよこれ、そうですね、本当はここにあってほしいの、ああ分かりますよ、すごい分かります、ね、ここにあったらすごい自然ですよね、そうそうそう、ね、なのでなんでも、うん、後ろは USB ないんだ、足元広いじゃないですか、広いよ広いよ、はい、広いですね、いやだからなかなかいいよ、うん、広いですね、この広さはいいよ、あこれで、実は、うん、後席は先代のハッチバックよりも広いんですよ、いや広い広い全然広い、前席と後席の距離が35ミリ増えてます、はい、35mm でね、なんで同じ基本同じボディなのに、うん、前後席の間隔を増やせたかっていうと、うん、先代って実はセダンとハッチバックでリアシートの取り付けの位置が違ったんですよ、はいはい、セダンに対してハッチバックって少し前だったんですよね、うん、でなんで前かっていうと、うん、荷室容量を増やすためだったんですよ、うん、でも新型は先代よりもリアシートの位置を 35mm 後ろに下げました、はいはい、プラスそれでも荷室は先代よりも増えてます、うん、素晴らしいじゃないですか、素晴らしい、すごいですね、そう、それは素晴らしい、そうなんです、うん、そういうふうにパッケージングを工夫しました、これでもさ後ろに USB 欲しいね、正直欲しいです ね、 ね、うん、今時だから何かと充電したいですしね、後ろでゲームやるもんね、え酔っちゃう酔っちゃう、なんかここ2つありますね、ここ気になりますね、なんかなんか違う仕様があるのかな、ね、まあこれもしかしたらあのオプションかなんかでその2つのところは ね、 ねとかいろいろ仕向け地によって仕様によってとかあるかもしれないですね、やっぱり、じゃあ前座ってみよう、はい、ほう、おなるほど、失礼します、いいんじゃないの、なかなかこれそう、ここ面白いでしょうね、びっくりしました、この一番乗って気になりました、ね、このデザインですか、デザイン、デザインで、はい、これだとあのエアコンの、はい、このフィンが見えない、はい、あで、すっきりした感じがある、でこれホンダの新しい発想ですね、おしゃれ、でこれあのこのこのねつまみで、はい、角度は変えられる、上下も左右も変えられる、あそういうことか、だけど動かしても全然中は見えない、見えないね、あ本当だ、ほう面白い面白い、これは面白いぞ、これホンダの新発想ですね、へえ、いいじゃん、なんかこの蜂の巣みたいな、ねえ、ね、うん、何かもみたい、そうでこれあのサワちゃんが大好きなカチカチのエアコンがついてるし、ああサワこの音好きだね、そうそうそう、カチカチね、カチカチカチ、うん、霧島はどうよ、
私はね、カチカチよりも結構スタイリッシュ系の方が好きです、ね、触るって感じ。そう、触るって感じの好きです。触りたい派ね。触りたい派です。触って触って、ああ触られちゃったそういう番組じゃないんだよ。すいません、すいませんなるほどね、うん、そうですね。メーターはこれ上級グレードなんで、はい、ですね、メーター上級グレードはメーター 10.2 インチのカラーフルカラーディスプレイ、はい、大きいやつがついてます。で、で下のグレードになるとちょっとディスプレイがちっちゃくなるんですよね、うん、あ、そう。速度計がアナログで、うん、真ん中から左だけがデジタル、うん、あの液晶っていうタイプになるんです、うん、で7インチですね、下のグレード、はいはいはい、でこれ上級グレードなんで 10.2 インチのフル液晶がついてますね、はい、メーター見やすいよ。見やすいですね。アナログ感がありますね、うん、デジタルだけで、ね、この蜂の巣なんかいいなあ。蜂の巣、土屋さん、うん、いやこの蜂の巣なかなか俺好き。あ、私も好きです。うん、なんかいい、2人の意見が一致しましたね。すごい目がいくし、うん、おしゃれ、なかなかないから2人のおしゃれですね。珍しくていいなって思います。いや、おしゃれ、おしゃれですね。ね、USB ここについてるしさ、あ、うん、本当だ、うん、12V もあるし、で、iPhone はここに置けば、はい、置いたら、置いただけで充電できるでしょ。素晴らしいです、うん、でめっちゃいいですね。大きいですよね、そのトレーね。そうこれね、大きいのが自慢で、ね、一応ね、あの資料によると、うん、iPhone12プロマックスが入ると。これ僕、大きいの、大きいやつ。そう、これ iPhone ユーザーじゃないから分かんないんだけど。ああ。おお、この大きいの。入るんだよ。それが入るっては自慢らしいです。置いて充電いいですね。そう、置くだけで充電。めちゃくちゃ嬉しい。いいね。ね、コード忘れたとしても。うん。はい、いやー、いいな、マニュアル。マニュアルですね。マニュアルはちょっと角度をレバーをね、うん、ドライバー側に倒してあるんですね。あ、そうなの、うん、ドライバーは逆側かな、どっちだろう、どっちかに倒してあるんですよ。で、操作性が良くなってるって言ってますね。カチカチ、いいよ、カチカチですね、カチカチ、うん、なかなかいいよ、ドリンクホルダー、ここ、はい、ね、あと、そうだな、これね、特徴はホンダのこだわりなんですけど、うん、はい、あのね、視界が、うん、なんて言うんだろう、ドライバーから見たときに、うん、このラインがまっすぐだと、はい、はい、で、これが、割と斜めってたりとかこの辺曲がってたりする車、うん、まあ、ホンダでも今まで多かったんですけど、うん、でここまっすぐにしたのと、まっすぐにしてこれを四角になってるんですよね、ちゃんとした四角にするのと、あとこのね、フェンダーからドアのラインもピタッとまっすぐになってる、うん、でこの組み合わせによって高速道路走ってる時とか車線維持がすごい自然にできるようになって、気を使わないから疲れないと言ってます。あ、そう、ええ、でもホンダの研究結果に基づいてやってるんですけど、研究結果に基づいて、ホンダでそう、やっぱり、ね、自動車メーカーそういうのを研究してる部署があるんですよね。あ、そう、どうしたら疲れないか。でこれね、今度のホンダ車はどんどんこうなってきます。あ、そう、で新型ステップアップももうすぐ出ますけど、それもこうなってるんですよ、うん、マジ。そうっていう、いろいろね、新しい発想が入ってますね、この車。まあでもやっぱこれかな、このメッシュのね、エアコン吹き出し口。いや、このハニカムの蜂の巣いいよ、うん、ずっといじりたくなっちゃう、うん、本当に蜂の巣いいよ、新しい、ハニカムかわいい、まあね、新鮮だよ、新鮮ですね、うん、これはなかなか考えてるわ、うんうん、なかなかいいよ、乗ってて楽しい、うん、今気づいたんだけど、はい、ステアリングのステッチの入り方とかもなんかレーシー昔のなんかモモとかナルディみたいな。そうだよね、なんかオプションっぽいステアリングだよ ね、ちゃんと作ってるのがすごい伝わってきます ね、 そうそうそう、ね、いや、こういうところも綺麗だよ、うん、ね、へ、うん、なかなかこうおしゃれ、センターコンソールなんかさ、いいね、おしゃれ、おしゃれ。じゃあ行きますか、そんなおしゃれな車でね、うん、じゃあ乗ってみよう、はい、はい、車選び .com ね、中古車検索サイトっていうの皆さんあんまりご存じないみたいですよね。車選び .com しかない限定車両とかね、あります。本当に本当に調べてみて、車を買うときはね、使ってみてくださいよ。本当、車選び .com で検索、愛車のお値段すぐわかる、車選び .com。 お、マニュアルだ、いいね、マニュアル。というわけでシビックですね、はい、いいねやっぱマニュアルはいいね乗ってる感ありますねね、いいですね。いや、この 1.5 ターボもすげえいいよ。なんか後ろ乗ってても気持ちいい、ね、アクセルに対しての反応が気持ちいいんだろうなっていうのは後ろ乗ってても分かりますね、うん、いや本当に、うん、本当なんか今時の技術ってすごいね、 1.5 ターボ、うん、そのパワーがないとかトルクがないとかって、はい、
全く感じない。そうですね、全く感じない、ね、これはだから、182馬力ありますからね、こんな182馬力なんてね、ちょっと二昔前の2リッターターボですよ、でシフトフィーリングがいい、はい、あシフトフィーリング、はい、ガチッとしてて、なんかもうほんとなんかこのシフトフィール気持ちいいわ、今のね中回転域3000回転前後ぐらいも、トルクありますね、あるよ、ほんとある、今2500ぐらい、そっからずっと前に行くもん、これは立派だよ本当に。置いてみよう。本当に充電されるってことですよね、置いたら。あ、置いたら充電されるよ。スイッチ入れた？あ、でもあれ、あ、スイッチ入れてなんですね。スイッチを入れて、置いてそう。あ、来た。充電。うん。なりました。電源やっと入りました。おお、いいよね。めっちゃいいじゃん。便利。なんと便利な。快適だよ。はい。素晴らしい。そう。カチカチも、このカチカチがいいんだよ、やっぱなんかこっちいいなって思ってきました。やっぱさ、マニュアルよ車は。ね、はい、なんてったってマニュアルよ、運転手の面白さが多分全然違いますよね。全然面白い、全然面白い、はい、コケコッコーですよ、こんにちは、コケコッコー、コッコッコッコ、コケコッコー、コケコッコー、もうニワトリになってるじゃないですか、私が。これ乗り心地もいいですね。いいね、あの乗り心地いいし、段差の突き上げも弱いんですけど、あ、よ、そうですね、弱い、ちゃんとしたの吸収してるんですけど、いやだけどやっぱマニュアルいいな。あとはもう何も気にしないでこう触れるっていうさ、そういうのがいいな。おじさんはね、新しいものについていけないんだよ。いやでもこのエンジンいいな。エンジンいいですね。やっぱ反応、あのホンダがね、すごいアクセル操作に対する G の立ち上がりを素早くします、鋭くしますなって言ってる。いや本当いいわ。それは後ろ乗ってても分かりますね。分かる分かる。あのダイレクト感がすごいありますね。ある。アクセルに対する。うん。後ろでも分かります。いやこれは大したもんだよ。うん。で走りもなんかこうサスペンションの味付けもスポーティー、そうですね、スポーティー思考に振ってる、はい、だから走りたい人にはこれはすごくいいでしょうね、どう思うこれ、なんか昔を思い出してきたね。昔をシビックってこうだろうみたいなさ。ああ、なんかハンドリングがそんな感じ、足回りのその味付けがね、割とこうスポーティーで、割と固めの、本当になんかこう走りたい人が気持ちいい走りができるような、そういう足回りの味付け、これ峠道とか楽しいですよねきっとね。絶対楽しい、これ楽しいですよねこれね。でそうだ、ステアフィールもね、これいいですよね。ステアフィールいいよこれ。これもだから、あのあれですね、今時のトレンドの割と操舵力が軽めですね、そう、軽めで引っかかりのない、スーッとハンドル切れる感じですね。ね、いやこれは楽しいぞ、始まりたいところ気持ちいいですね、これは楽しいぞ。これいいよこれ、これ峠行ったらめっちゃ気持ちいいよ、おお、今日はちょっと峠でロケするべきでしたね。峠ちょっと乗ってみたいですね、一緒に土屋さん。これはさ、箱根持ってきたいね。他にないならここに来い。車選び .com。さあニューシビック。はい、これはね楽しい。ねえ。もう運転してると本当楽しい。今日ね、マニュアルでよかった。もう楽しさ、エンジンの楽しさ引き立つって感じですね。いやもちろんもちろん本当にそう、ね、エンジンの良さを 100% 引き出せるのがマニュアル。マニュアルそうですね。聖子ちゃんもね、なんか結構楽しそうだったんですけど、いや乗ってる時もやっぱ走ってる感がシビックはすごい良くて、なんか気分が盛り上がりました、いやだってスピード出さなくてもさ、ハンドリングがいいし、でアクセルちょっと入れただけでトルクがガッと出るからさ、めっちゃ気持ちいいよ。
そこがね、そこ多分ね、今開発人の人がね見てたらね、すごい喜ぶと思います。そう、すごくそこね気を使って、芯が気を使ってっていうか、ここそこを伸ばしたい、土屋さんが今言ったところを伸ばしたいって言って、その感覚的な楽しさ、気持ちよさを狙って開発したっておっしゃってるんで、いやだってシャーシがこれだけいいから、この後出てくるタイプあるよ、この間ねオートサロンでね発表された、発表まだ発表はして、展示しれっと、あのなしれっとってしれっとしれっとしれっとそうだったんですね。ラッピング、あの偽装のラッピングした車がホンダブースに置いてあったんですね。あれがね今年出てきますが、あれが出ますよ、楽しみですね。このシャーシでさ、この足回りで、こんなにいいわけじゃん。そうですね、ベースがね、こっからさらに進化するわけで、タイプ R って、そう楽しみですね。いやこれは楽しみですよ。なんかね聞くところによると、去年の秋ぐらいに、もう開発チームがニュルに行って、このコロナ禍の中、ニュルに行って頑張って仕上げてきたらしいんで、それは楽しみだ。そう、あとハイブリッドも今年出るんですよ、シビック。でそれがあの HEHEV なんですけど、ちょっとね今までと違って、なんかドライバビリティをもう少し、高めるっていうか、パワー型になるっていう噂なんですよね。そう、それもまたシビック楽しみですね。はい、サイドブレーキあってほしいねないんだよそれはちょっと厳しいかな。いやこのマニュアルでサイドブレーキついてたらもう100点よこれ本当にそうですね、そう、そこがね、まあでも楽しみだよね、楽しみです、タイプ R 楽しみです、ね、はい、これもねやっぱりシビックタイプ R 出たら本当袖ヶ浦を走らせてみたい。はい、袖ヶ浦を、そう、やっぱ基準、はい、あそこでやっぱさ割とこう奥深いコーナーが多いわけよ、袖ヶ浦って、ね、はい、ああいうところでねチェックしてみたい。なるほど、ね、はい、そうですね、ということで、はい、よかったらいいね押してください。あとは登録もお願いします。バイバイコケコッコあ、始まったぞ始まったぞ皆さん、霧島聖子の4作目となるイメージ DVD ミスティーラブが2021年12月23日に発売となりました。今回も全8チャプターかな、たくさんあるんですけれども、オムニバス形式でいろんな浴衣だったりスポーティーな衣装、そして私がお願いして入れていただいたウェディンググラビア、そしてメイドさんなどいろんなシチュエーションが揃っているので、皆さんの妄想を満たしてくれるかと思います。いろんなアドリブで挑戦しているので、ぜひ私と DVD でイチャイチャしような。ありがとうございます。